スノーマン向井工二、全額ただの謎テーマパークの真相を迫るスノーマンの向井工二が16日放送の関テレフジテレビ系バラエティ番組開け。パンドラの箱アンタッチャブル TV 毎週火曜夜9時にゲスト出演。京都にある謎テーマパークの真相に迫る。スノーマン向井工二も驚いた全額ただの謎テーマパーク園内の様子。 向井浩二、アンタッチャブル TV ゲスト出演。この番組は、パンドラの箱、すなわち世の中にあふれる、残念、危険、不思議な事象に体当たりで取材を刊行アンタッチャブル TV という番組タイトルの通り、時には、触れてはいけない事象にも切り込んでいく。入場料はもちろんアトラクションや、食べ物までただ。これは、京都のある、テーマパークについてのレビューだ。 果たして、そんなことがあり得るのか。アンタッチャブルが真相を明らかにすべく、向かったのは、京丹馬町。突如、車窓に現れた看板には、陽気発するランドというご機嫌な文字が踊る。